こんにちは、ジョージ石原です。今回紹介するのはミニプラ列車合体サファリガオーです。最近うちの息子がハマってまして、いろいろ揃えているみたいなんですが、これ見た時かっこいいなと思いまして、父ちゃんも欲しいよと思いながら、でも同じものでは面白くないので、ミニプラのサファリガオーを息子に内緒で買っちゃいました。このミニプラのサファリガオーのパッケージがほんとかっこいいですよね。これライオンみたいでかっこいいですよね。で、列車にもなりますしね、かっこいいですよ。さらにロボットにもなるみたいですね。どうやらラインナップは5つあるみたいですね。ライオンですか。で、イーグルで、ワイルドキャット、アリゲーター、パンダですかね。僕はこれの尻尾ブレードが気になるんですよね。では開封していきます。結構部品多いみたいですね。なかなか難しそうですね。いやー、でも難しいほどやりがい出てきますもんね。食玩はだいたい箱の内側に組み立ての説明書が載ってるみたいですね。いやー、やっぱり部品点数多いみたいですね。では今回もハイパーラプスのアプリを使って組み立てを見ていきます。実は組み立てるのに30分以上かかってしまい、動画がかなり長くなってしまうので、ここからはところどころカットしますね。やっとできました。それにしてもかっこいいですね。この頭の部品は今回は使わないみたいです。それにしてもよくできてますね。これはもうお子様のおもちゃっていうよりも大人のおもちゃのような気がしますね。正直これ一回作ったらハマると思います。5体揃わなくてもこうやって手転がしで遊べますしね。息子の持っていたサファリガオーと比べると、結構いい感じですよね。大きさは小さいですけど、シールがうまくできているんで、そんなに見劣りしないような気はするんですけどね。こんにちは、僕サファリガオです。皆さん、ジョージ石原の動画をよろしくお願いしまーす。大変失礼いたしました。いかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お済みでない方は、画面右上にある登録ボタンよりよろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。